職場に両親が卒業祝いに買ってくれたコートを着て行ったんだが、駐車場で別の部署のラインさん A に声をかけられた。ちなみに A は外見ゆるふわ喋りがギャルで、内外ともに地味な私は喋ったことがない。むしろ挨拶しても無視されてた。私さん、おはよう。そのコートかわいいね。でも、そんなかわいいのは私さんには似合わないよ。A の方が似合うからああもらってあげる。意味がわからず頭に疑問符飛ばす私と、手を差し出して、ほらああ早く脱いで、という A。そしたら、A と同じ部署の B さんが近寄ってきて、あんた何言ってるの、ほら、バカ言ってないで行くよと言って、A を連れて颯爽と去っていった。A と B さんの仲がいいのは知っていたので、あ、冗談なのか？ギャルの人はよくわからん意に思ってた。その後も、寒いシーズンになると A が寄ってきて、あのコートくれくれ冗談だと思ってる私、苦笑い。 B さんが追ってきて、 A を回収、これを数回繰り返した。その後、私は急遽別の関係会社他県に移動することになった。引っ越しの支度と引き継ぎ業務でいっぱいいっぱいで、他部署に挨拶に行く暇がなかったので、移動前最終日、引っ越しのため有給取ってた2か所よりもって他部署に挨拶回りに行くことに。 A と B さんの部署に行くと、私服の私を見て A が仕事を放り出して駆け寄ってきた。 A、 私賛同したの。私、仕事しろよ、月末だぞ、カクカク。しかじかで急遽他県に移動になったのでご挨拶に。 A はどういうこと？私。 A、 そしたら A のコートはどうなるの？何で持ってきてないの？そして A 号泣。頭に疑問符。私 &AB 部署の人たち、 A の言い方のせいで私が A のコートをパクったみたいな空気になったんだけど、唯一冷静だったのが B さん。私が悪くないことを証言してくれて、あとは自分が説明するから他の部署回ってきなと言ってくれて、私は放免された。 A がなんか叫んでたけど B さんが抑えてくれた。その後、挨拶回りを終えて AB 部署に行くと、 A と B さん、そこの責任者が消えてた。事務の人が、大変だったね。責任者さんが、私さんのせいじゃないから気にしないで帰っていいよって言ってくれって言われたと教えてくれたので、お礼を言ってそのまま帰った。当時はくれくれなんて身の回りにいなかったし、自分よりエトが一回り上で子持ちの人間がそんな真似するとはみじんも思ってなかったので、最後の号泣もあんな身を張ってまで冗談を言わなくても責任者さんに怒られなかったかなとか思ってたけど、今になって思うとあれはガチだった。その後、激務のストレスで激太りして物理的に着れなくなったので着て行ってませんでした。それからはお決まりの使ってないんだったらもらってあげる攻撃でしたね。まるっと全部冗談だと思ってたわけですけど、今は仕事も変わって体型も元に戻ったので、またそのコートを着ています。